激動の年平成3年は湾岸戦争で幕を開けました。ソビエトのクーデター失敗、そして社会主義の崩壊、ユーゴスラビアの内戦、カンボジア和平問題など、大きく揺れ動く世界の中で、我が国そして自衛隊にとってもまさに激動の一年となったのです。1月、湾岸戦争の最中、海部首相を長とする湾岸危機対策本部は航空自衛隊の C-130 輸送機を避難民輸送のため中東地域へ派遣することを決定しました。これを受け航空自衛隊は直ちに準備に着手。小牧基地ではいつ命令を受けても速やかに対応できる体制が整えられました。2月に湾岸戦争が終結、4月に任務が解除されるまで隊員は3ヶ月間極限の緊張に耐えたのです。湾岸戦争においてイラク軍が敷設した機雷は1200個以上と言われ、これらの機雷は湾岸戦争終結後も我が国を含む世界各国の船舶にとって脅威でありました。そこで日本政府は我が国の船舶の航行の安全と人的国際貢献の一つとして、世界でも掃海技術がトップクラスと評される海上自衛隊掃海部隊の派遣を決定したのです。4月に日本を出発した掃海部隊は、指揮官の落合一等海佐以下隊員511名、掃海母艦、補給艦各1隻と掃海艇4隻の計6隻、ペルシャ湾での担当海域は最も掃海作業が困難といわれる危険機雷海域 MDA7 と MDA10 など、50度を超えることもある猛暑と砂塵、油煙、そして機雷の恐怖との戦い。1日平均12時間にも及ぶ作業。そうですね、ここ
厚さとですね、砂塵にですね、もうだいぶ悩まされてですね、もう精神的にもですね、肉体的にももう苦労しました。しかし第一発目を彦島が処分した時にですね、もうその苦労はもう全部吹っ飛んでしまいました。その時点でですね、もう国際貢献ができた、みんなが喜んだと思いますが、私も感動ありました。舞台ではこれらの作業から湾岸の平和が始まるとの願いを込めて、湾岸の夜明け作戦、オペレーションガルフドーンと命名しました。そんな隊員たちを支えたのは、国民からの激励と家族からの手紙。そして10月、34個の機雷を処理し、無事任務を果たした掃海部隊は帰国しました。久々に家族と対面し、ペルシャ湾焼けした隊員たちに笑顔がこぼれました。この掃海部隊の活躍は国際的にも評価を得、その後クウェートに登場した多国籍軍、各国旗をあしらった大壁画に日の丸が輝きました。6月3日、多くの人々の命を飲み込んだ長崎県の雲仙・普賢岳の大火砕流。長崎県知事は人命救助のため陸上自衛隊の出動を要請。これを受け、直ちに第4師団令下の第16普通科連隊を主力とした災害派遣部隊が大村駐屯地を出発、島原城内に指揮所を開設し救援活動を行いました。絶え間ない火砕流の間を縫っての31名の不明者の捜索。遺体の状況としましてはですね、様々でありまして、畑の中、あるいは車の中、溝の中ですね、亡くなっておられて、特にひどかったのは車の中ですね。車の中の遺体の様子というのはもう真っ黒く焦げたというんですかね、車で言えば座席のシートが焼けてチリチリになったとか、そういう状態になっておりまして、人間の形はしていたということで、非常に悲惨な状況でありました。遺体を見つけた瞬間にですね、突然の火砕流発生という連隊長の無線が入りまして、普賢岳の方向を見上げるとキノコ雲のようなですね、黙々とした火砕流の発生状況がもう我々をいかにも襲ってくるような状況でですね、遺体を担架に乗せる瞬間だったんですけども、それを中止をして、二次災害を防ぐためにこれはやむを得ないということで、舞山の方にですね、火砕流発生、逃げろということで全員一目散に退避したということで、あの場面ではどうしようもなく退避したと。ただ残念なのは、遺体を発見してその日に収容できなかったというのが非常に残念ですね。捜索作業の一方、電線などの復旧支援や
装甲ドーザーによる国道の復旧作業、老人ホームの移送など全力を挙げて行われました。刻々と変化する火山活動の情報はヘリや航空機から映像伝送装置で地上に送り、また地上からはレーダーや暗視装置で監視、装甲車両などで偵察。データは逐一気象庁や地震観測所に送られ、火山活動予測に多大な貢献をしました。部隊では最大で1日人員約1100名、車両約300両、航空機約20機が現地に待機。自衛隊の活動は市民の精神的支えになりました。普賢岳はその後も火山活動を続け、自衛隊史上最長の災害派遣となっています。北海道に大規模の災害が発生したという想定で、初の大型緊急医療支援訓練、ビッグレスキュー91が8月に行われました。道民の関心は高く、ボランティアの市民も多数参加。横道道知事も視察されました。各マスコミからもかつてない大きな反響を呼び、最新鋭の野外手術システム、駆使されたコンピューター、完璧な自力での後方支援など、いかなる大災害にも対応する自衛隊を印象付けました。世界でも最先端の高専訓練用装置バトラーを使用した近接戦闘訓練が4月に北海道駒ヶ岳演習場で行われました。これは即座に人員・車両への命中が分かり、中央局コンピューターにリンクしデータを集計する画期的なもので、まさにハイテク訓練の先駆けです。6月から7月にかけて、海上自衛隊の艦艇、航空自衛隊の輸送機、戦闘機も加わり、北方機動演習が行われました。11月には岩手山演習場で青森の第9師団隊員約4000名が参加して、方面指名師団演習が行われました。東富士演習場では過去最大規模の空挺演習大鷲作戦が行われました。航空自衛隊から輸送機26機が参加、人員約500名が降下、トラックなど重量物資250トンが投下されました。3日間で5万5000名が見学した平成3年度富士総合火力演習、配備の始まった8旧式装甲戦闘車も初登場しました。近代火力の迫力に雨の中見学した市民も圧倒された様子。百里基地では航空訓練展示が行われました。迫真の訓練に大勢の見学者が大歓声を上げました。6月から9月にかけて海上自衛隊では艦艇3隻、対潜哨戒機5機、隊員約500名が参加し、米国派遣訓練が行われました。ハワイや南カリフォルニア方面では米海軍の施設を利用した訓練をはじめ、さまざまな洋上訓練を実施、戦術技術の向上を図りました。
1月には湾岸戦争下にもかかわらず米軍から多数の参加を得、日米共同統合指揮所演習が行われました。この演習でも徹底したコンピューター化が図られました。2月に行われた積雪寒冷地共同訓練は、北海道で行われたノースウィンド91と秋田で行われた秋田91です。11月には相場の演習場で琵琶湖 FTX91 が行われました。訓練の合間には親善運動会も開かれ、相互理解を深めました。8月に従来の掃海艇に比べ一回り大きい掃海艦八重山の進水式が行われました。この掃海艦は機雷の高性能化に対処するため建造されました。また機雷に反応しないよう木製となっています。日本初のイージスシステム搭載護衛艦金剛の進水式が9月に行われました。これは10以上の目標を瞬時に捉える対空ミサイルシステムを装備し、レーダーにとらわれにくい形状をしたハイテク技術の塊、海上自衛隊最大の護衛艦となります。1月には最新の潜水艦にも対応可能な日本初の音響測定艦響きの引き渡し式が行われました。台風の影響による風雨にもかかわらず、約1万5000名が見学に訪れ、平成3年度観閲式及び観閲飛行は盛大に行われました。海部首相を迎え、第27回自衛隊高級幹部会合が防衛庁で行われました。海部首相は訓示の中で、国際社会の平和と安全のため国連への協力を強調しました。航空自衛隊では第6高射群のミサイルを内機から新型地対空誘導弾ペトリオットに変える部隊改編を行いました。陸上自衛隊中央競技会が20年ぶりに復活しました。今回はラグビー大会、決勝戦では雨の中の大激闘となりました。昭和63年横須賀沖で起きた潜水艦なだしおと大型釣り船第一富士丸との衝突事故で亡くなられた方の慰霊碑の除幕式が行われました。ゴルバチョフソビエト連邦大統領来日歓迎式典では、陸上自衛隊第302保安中隊による特別儀仗が行われました。防衛医科大学校初の女子学生7名が卒業しました。平成4年には防衛大学校にも大変な競争率を突破し、初の女子学生が入学する予定です。近頃世の中柔らかめ、もう一度みんなで考えたいな、日本の防衛。ビジュアル防衛読本の地下鉄の社内広告として登場したこの亀さんのポスター、こちらも話題になりました。陸上自衛隊では広報映画熱い時を制作しました。これは新聞、テレビなどのマスコミにも取り上げられました。平成3年も防衛庁ではいろいろな映画、テレビなどの撮影にも協力しました。これは東宝映画ゴジラ対キングギドラ、
こちらはフジテレビのドラマ世にも奇妙な物語です。ここで平成3年の防衛庁の主な人事異動をご紹介します。平成3年もいろいろな方々が海外から防衛庁を訪問されました。自衛隊は縁の下の力持ちとしてさまざまなイベントを支援しています。命がどんなに大切なのか知らずに遊んでいればいい。わかる時がいつか来るだろう。新時代を迎え、これからも自衛隊は平和を守る担い手として国民と共に歩み続けます。誰でも今自由ならこの世
して美しいのか考えなくてもそれでいい。わかる時がいつか来るだろう。平和の花が咲き続け